ブログアフィリの実践ですね、ゴルフとかギャンブル、楽器はどうでしょうかと、あとグルメのジャンルでどうでしょうかってことなんですけども、まあ、ジャンルはいろいろあるんですけども、まあ、グルメはですね、レシピサイトでちょっと強いところがあったりするので、そういうあのちょっとジャンルをずらすっていうところは大事かなと思うんですけども、まあ、ゴルフもですね結構発信してる人いますよね。なのでライバルが比較的強いのは、ゴルフとかだと思いますので、まあ、楽器は結構あのそんなに多くないかなっていうイメージです、ライバルとして。あとはそのキーワード単位でですね、弱いキーワード、あのロングテールですね、必ず一年中検索される、そして長く検索される、長い期間検索されるものですね、トレンド的なその一瞬のものではなくて。で、ライバルの弱い、まだそのたくさんですね強いライバルが書いてないジャンルを選ぶっていうのが、まあ、ランチェスター経営戦略になります。なので、まあ、ゴルフにしてもギャンブルにしても楽器にしてもですね、グルメにしても弱いところを狙っていくっていうのはもう鉄板の法則になっていきます。